飲みやすいのってどんな感じですかって買ってきてくれたらしい、このラインナップを。って言うねん。俺があんまり分かんないって。相当ジュース。何がうまいの。水だけで待つ。どうも、かまいたちです。ウスコイ、ウスコイ、ウスコイ、ウスコイ。さあ本日は、はい、山内お酒飲んでみたら。ほう。まあ僕はお酒、もちろんお酒飲みで、うん、日本で10番目ぐらいに有名なんですかね、僕は。そんなに有名なの。で、まあ、山内さんほんでそれに引き換え全く飲まないから、うん、でもう飲まないってなったら飲まないやん、うん、多分飲まない、うん、だから、うん、ちょっといろんな飲みやすいのとかも飲んでみたりしてみたらっていうので、うん、ちょっと集めてみました。マジでいつから飲んでないんだろう。なんか森下がお酒屋さん行って、はい、そのお酒飲まへん人でも飲みやすいのってどんな感じですかって買ってきてくれたらしい、うん、このラインナップをって言うねん、うん、これ飲みやすいからって。マリブビーチとか。マリブビーチは飲めるんちゃう。そういうとこと。これは夏海水浴行った時に塗ってるサンオイルみたいな感じ、うん、ココナッツ甘いみたいな感じの、ま、そらへんけど、ココナッツ甘いで、この辺のなヨーグリってやったかな、これヨーグヨギーパインか、ヨギーパインとかに作る、この辺はもうほんまジュース言うねんけどな。いやでもこれちょっとじゃあ一回作ってみる。これマジでジュースやから。それはそのまま飲むんじゃないの。これはリキュールやから割んねんけど、パイナップルジュースとかと混ぜて。ああそうね、オレンジとかパイナップル、なんかある、甘いジュース系。こんなもんはもうほんまに、うん、俺丸々一本ボン飲んでも今全然大丈夫。アルコール分16度か。なるほどなるほど、まあ、オレンジかパインがいいかな。ヨギーパインが一番。パインでいってみようか。グラスに氷入れてちょうだい。あ、作りますか。うん、いいね、マドラーと。でもよう飲んでた昔。なんやろ、今なんか初めて風俗来た時の気持ちにすごい似てる。なんか来てみたものの話がどんどん進んでって、ちょっと待って、本当にこれ始まるのみたいな。全然ちゃうやろ。なんか、ほんまにって今。全然ちゃうよ。これはな、もうな。怖い。でっかい氷。氷はもうあるし、四角形もちっちゃいのでええねん。いやいや、酒飲むときは氷でかないと。アホやな、お前。そんなも知らんの。なんででかくすんの。そんなも知らんの。アホやな。こんなものはもうジュースなんで。それはパインジュース。これもうただのジュース。喫水の。生まれながらのパインジュース。生まれながらのパインジュース。はい。まあ、ヨギーパインというカクテルですかね、うん、はいどうぞ。はい、ヨギーパインね。ヨギーパインって有名なの。結構有名な、まあ、聞いたことあるかなぐらい。いただきます。あ、これはジュースだ。全くジュースやろ。これはかなりジュースだ。俺があんまりわかんないって。相当ジュースよこれ。まあ、このヨーグルトもだいぶ抑えめに入れたっていうのはあるけど、相当ジュースや。相当ジュース。これがこっからやな、入り口。これは相当ジュースマジで。言われなかったらあんまわかんないかもぐらい。でもここがちょっと熱い。パインアレルギーじゃん。いや、パインアレルギー。そんなバカな。ここが、クワーって、あの味ではわかんなかったけど。ヨーグルトなんかもこんなやで入れたん。ここの通った部分が今熱い。ほんま？それパインアレルギーやって。俺パインは飲めるもん。パインに反応してるって。それは反応してる。パイン飲めるもん。お前パインの畑持ってるおじさんみたいなの言ってる。パインの畑ちゃう。アロハ。パイン畑のおじさんのアロハやんそれ。お酒の味は全然わかんない。飲みやすい。これここガーッと来んねや。でもここは来てる。ええー？熱っていう。それで気づくやろうな、もし居酒屋とかで出てきたら。味では気づかないけど、あれ熱いの。お酒入ってますか、ね、お酒入ってますか。でもそんぐらい分かりにくい。これは飲みやすい。マリブミルク行ってみる。ほんま神の舌、神の食堂持ってるやん。これ酒って気づくってよっぽどやで。いや、この熱さで。俺の場合味ではまあ分かんないと思う。マリブミルクにしようか。マリブミルクはだから
どっちかというとお酒の雰囲気というよりはマリン海賊や。あーココナッツや。え、ココナッツのお酒のこれはメジャーな。マリンミルクメジャーです。ヨギーパイもメジャーです。メジャーです。マリブとミルクだけでええねんな。マリブミルクってマリブミルクおそらくな。頼むの森氏は。いや、こんな子供の飲むようなやつは頼むの俺らは。最初アルバイト行った時に居酒屋で作った。中に入ってました。まあまあまあ大丈夫だと思うねんけど。ほんま？アルコール度数さっきより高め。あ、でもこれもアルコール見つけにくい。ここほんまかよ神の食堂やなこいつここはめっちゃくる。ほんまかよ。味自体はココナッツの味で、うん、最後に、うん、あアルコールやなっていうのは来んねんけど、うん、そこまで気にならない。その嫌だなじゃない。美味しいのは美味しいんでしょ。だから味的には、うん、味的にはジュース的な感じで美味しい。これは、うん、すげえな。このマリブミルクを感じれる。暑さはあるもちろん、うん、暑さ。俺は酒飲んだここ。いやそれウォッカとかで、ね、いやいやお前ウォッカ飲んだら焼け死ぬんじゃん食堂。その暑さがある。でも味はアルコールやなって、あのアルコール苦手な人が感じる、うん、あのアルコールいらんねん、それやったらジュースでええねんっていう、うん、あのアルコールの味はしない。うん、かなりジュースに近い状態で飲める。逆にこの辺みかんのお酒、フルーツ感たっぷり、みかん果汁 80% やで。これはこういうのが一番そのみかんジュースでええやんってなるそれをなしにできるものに出会った。でもこれみかん果汁 80% やからこれもだからそうやね。ココナッツミルクでええやんって思う。あそのこの厚さ何っていう。このみかんのお酒はこれな、みかん果汁 80% で、うん、アルコール分 7% やねや、うん、ほなもうロックで一回いってみようっていう。ロックでいけると思う。牛乳やん砂糖牛乳やん。こんなん来てる。あ、じゃあ顔赤なってる。感覚的には顔赤なってる。え、しかもだいぶ来てる。俺は3口ずつぐらいちゃう飲んだん、うん、いやなんか赤っ熱いもん。赤ここから、あ、やっぱ来てる。飲まれへん人ってそうなんやな、うん、こんなもん何杯飲んでも変わらない。マジで変わらないと思う耳熱っ。これちょっと頑張ってみよう。割らずどれがいい。柚子か、うん、みかんか桃。桃たっぷり梅酒やからちょっと感じやすいか。あ、シャインマスカット。シャインマスカット好きやけどな。絶対感じる。こんなこれ割らずに飲むの違うでしょ。割っても全然いいと思う。炭酸水とかロックもいけるし炭酸もいける。ロックでいけるわけないもんね。これちょっといってみるか。みかんジュース果汁 80% ってよっぽどやと思うけどな。もうアルコールいらんやんと思うな。みかんやもん匂い。これ一番いけんじゃん、もしかして。紛れてるわこれは。あ、そう、みかんの中に、うん、柑橘系の中にしっかりアルコールが。これはもうバレバレ。あ、そう、もうやめとき。ほんならバレバレはもう絶対あかんやん。これは分かりやすい。さっきのが多分乳製品のチックやったから紛れ込ましやすかったんちゃうかな。これはもうガンガンしてる。逆にだからもうアルコールのフィルターは俺もうないねやろなえ、やっぱ分かんない。全然分からん。モリちょっと飲んでみて。これごめん飲みなし。分からんよ。そんなにあれっすね。だから特のオレンジジュースですって言って愛媛に出されたら、ああそうなんやってて特の感ありますね。最初はみかんジュースの濃い感じくるけど、その抜けん時にアルコールがしっかりもう、あ、ちょっと待って、君アルコールやねってこう最初みかんで紛れて通過しそうなとこで最後に来るのよ。
このお酒の感じって、そのマリブもそうやったけど、あーちょっと待ってって、君お酒やねっていう、君お酒やねね、どれがザお酒あんの、ザお酒、これ上級者今日ない、それこそハイボールは一回も飲んだことないと思う、山崎あるやろ、じゃあ俺が山崎作るわ、一番ええ感じに、ちょっと待って、ハイボール飲んだことないが今後自慢になる可能性もある、もうええねんトトロ見たことないみたいに言いやがってみんな飲んでるやろ、みんな飲んでるけどほんまにないな、思い返しても、ちょっとこの山崎はええやつやろ、ええやつ、うまいとされてるやつやろ、うん、ちょっと薄めに作りますだから、一番わからんと思うな、これをみんなうまいうまいと言って飲んでるやつやろ、いや、ええ感じに作るから、うん、薄くなりすぎてわからんとかやめて、うん、そのうまいって言われてるとこにして、もちろんもちろん、ちょっと薄いけど、うん、まあでも全然これぐらいかな、匂いがすっごいお酒、うん、何がうまいこれはもう全くわからん、どこをうまがってんの、香りなんかうーん、これみかんとかわかんない、みかんの甘みとか美味しかった、このココナッツも、うん、ココナッツの甘みとかでわかんねえけど、これ何がうまいの、なんか何を面白くて飲んでるのマジでタバコ切れてるこれマジでわからん、タバコ吸ったことあるっけ、タバコは、ま、昔あの吸おうとした時あるよ、タバコもあかんかったんだっけ、タバコもダメだった、いやマジでこれ何の味やろ、生レバー好きやった、うんうん、生レバーってその直接的に分かりやすいうまさじゃないやん、あのカルビとかロースとかに比べたら、血のちょっとあの味ちょっと独特な雰囲気あるやん、あれがうまいみたいなとこあるやん、生レバーはでもさごま油と塩でやるからあっちでうまいと思ってたタイプやから、他な、なんやろこのほんま飲み物がなくてもう困りに困って飲むもん、この炭酸水に混じり込んでる、いらんわこの変な工業用みたいな感じ、多分この中で多分値段的には一、この山崎がこの味や、うん、あのハイボールって呼ばれてるものは基本この味ってこと、うん、ラインは白州だとかラインは一緒、だいぶ薄いけどなこれ全然いらない、なんかワインなかったっけ、この辺は甘ワインやん、なんか多分サンウリアは甘ワインで、これはスパークリングで普通 12% とかなんですけど、これも 7% カフェバリね、カフェバリのピーチ、ね、大…ドキドキしてる、水飲み、あ、大丈夫、前あ、いいね、モンテス、これ開いてる1個、いや、ま、開けてもないんですけど、白ワインの、桑原おすすめのモンテスっていうこの白ワインの桑おすすめのやつ、ワインはどうやって飲むの、割らないやつだっけ、割らない、ワイングラスあるこれはでもこれはね、山田さん、はい、1回水飲んで口の中リセットしてみて、これはうまみたっぷり系っぽい感じもするからいけるかも、水飲みました、はい、くっそちょっと待って、これワインの匂いかな、くっそ豚骨のラーメン屋の匂いする、酒に敏感やから感想としたら一流ソムリエみたいな感想になるのかも
大丈夫ですか？暑い。きついだけでも暑い。きつ。これきつ。ぼっぼっききとぐらい赤いです。これはやばい。これ今まで飲ん今日飲んだ中で一番きついねんけど、割ってないからか。ああそうかもしれない。度数が高いのか。いやでも十まず臭いやん。これ何？コップの匂い？白ワイン。いや違う違う。コップの匂いじゃないね。いやいやもう匂い。これ何これ、ゴム焼いた時の匂い。そんな匂いせえへん。ゴムがさ焼けてもうた時の、あの嗅いだらあかん匂い。飲みやすいワインや、うん、これはすごいわ。飲みやすいワインよ。ダメ、これも。きつ。ダメか。全然もな、甘みも。どっちがマシ？ワインとハイボールやったらどっちがマシ？ハイボールの方がまだマシ。ワインとハイボールならハイボールだけど、あの最初に飲んだマリブとかの方が全然飲みやすい。何のために飲むかがマジで分からない。うまくないやん。うまい。これもこれも苦しいやん。シンナと一緒。最初なんか苦しい苦しいけど、なんか当時のヤンキーがこう頑張ってやって。これはすごいわ。そうか、無理か。ワインも俺初めて飲んだのかな。酔っ払って気持ちよくなるみたいなのはまだ一回も味わったことないんやって。全くない。今ちょっとでも酔ってるやろ、うん、多分これ一杯分も飲んでないやん、全部合わせたとしても、うん、一口二口ずつやから、うん、それで今ふわっとこうなんか、おー気持ちいいなみたいなのない？味がさ、うん、お酒飲まない人が好む味が一つも入ってないやん。笑うような飲み物ちゃうからハイボールって。どこ好きになって飲むのかがわからない、うん、みかんのとかだったらみかんの味が好きでとか、うん、とっかかりがあるやん、うん、何もでもない、もともと好きであったもののどれでもないものの飲み物を何の取っかかりで飲み出すかが全く分からない。なんか森下がな、この間持ってきてくれたお土産で、うん、このパイのな、うん、おやつがあんねや。コンコンみたいな。なんやねんこれ。でパンパンに入っててめっちゃうまいねんこれ。でこれのな、1個いろんな味入ってるけど、1個ちょっと口に入れて、うん、そのいい感じに味がしたなぐらいの時にハイボールちょっと飲んでみて。そのアンサンブル的な感じで。台無し。これうまかった。これうまい。これのうまさがこれでもう台無し。なんなんこれ。え、あのめっちゃ高い山崎、その何十年とかもライン一緒なんやろ。これより味もっと独特やと思う。1億とかで落札されたやつ、あんなんとかもっと複雑なんや。うまいのにな、ワインも。ダメか。ちょっとまた別のチャレンジさせてくれ。うん、一番美味しかったのはあのマリブと、マリブミルクとヨギーパイン。ヨギーパインかな、一番最初の。ああ、ヨギーパインが一番良かった。ジュースやからな。ワインが一番まずかった。あ、ワインの方が、うん、これ多分飲める人いないと思う。いや飲んだよ俺。いやお酒普段飲まない人で、ね、これ飲んでうまいっていう人は一人もいないと思う、うん、レモンビールやって。それだいぶお酒飲まない方でも結構軽ライトに飲めます。うわこれジュースやわ。騙す意味全くなくて、うん、ちょんだけ口ちょっとつけてみて。飲み込まんでもいいから。ビール。あ、そう、ビール。ビールにレモン味、ちょっと甘めのレモン味が入ってる感じ、うん、でもまずビールの
アルコールの感じがこれは飛び込んでくる。ああ、来ます。これ食べて。ほんまにこう合わさったかなーの美味しさをちょっと味わって。台無しになる。台無しになる。美味しいなと思ってたのが。楽しなってないでもちょっと今こう。わーっと寄ってる、寄ってるやろ、寄ってる感じはないの、そのぼんやりしてきてる感じはないの、寄ってる感じっていうのが分からへんの、その熱い、熱くてここが熱くて耳もなんか脈打ってる感じで、うん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 、顔は熱い、もうなんか全体のこの赤い感じはもうダメか、うん、なんか帰りたいって思う、帰る、はい、帰ります、はい、いやもう無理に飲む、まあもちろんもちろん無理に飲ますわけにはいかないんで、はいはい、次回ちょっとハイボールだけにこう、ハイボールで美味しいのがあったらすごいと思う、でもこれがベースなんやとしたら、それが無理やんねんな、多分な、焼酎ソーダとかから始めてみようか次は、あで当てをちょっと用意しとくわ、うん、焼酎ソーダちょっとこう食べていい当て、ちょっと食べていい感じの当てみたいな、うん、これ食べた後にこの飲み方してみたいなんから入ってみるわ当てで変わるっていうのもイメージわかんない、食べ物と飲み物やから、でも普段これ大きなってんねん酔ってんのかも、うん、食べ物と飲み物っていう分け方やから、腹立つ、腹立ついや腹立つのおかしい、チャンネル登録お願いします、久しぶりに飲んだかも、あ、そう、久しぶりですか、前何の時だったんだろう、全く飲む機会ない、蒲田空でビッグカメラでなんかいっぱい飲んで、ああそう、そんなんだと、仕事の時しかないと、犬の金玉みたいな赤さした、何やそれ、犬の金玉、目バキバキやん犬の金玉お前帰り道人をどついたりすんなよ暴れ、タクシー運転手揉めたりすんなよ